私も頑張るね。手早く片付けましょう。よっこそ。隙だらけ。飛ばしてます。でへーん。へっ、でへーん。キュールに燃え上がる。その調子。よっこそ。隙だらけ。飛ばして。かまどこ。キュールに燃え上がる。いよいよ山場ね。よっこそ。勝利への一撃。全力全開。プリンセスストライク。お待ちしてください。光のご加護。私に任せて。みんなを癒して。覚悟はいいかしら。クリームバーン。止まって。刺激的よ。それ負けないわ。エリコ様と美月さんへの連絡 OK だよ。ルカね。ありがとね、ナナカ。急ごう。早く二人の手当てをしてやらないと。アンナ、お前さ、休める場所まで一旦引き返すから、もう少しだけ辛抱しとくれ。子供たちのために負けられないもの。ナナカちゃんから通信魔法で連絡をもらったわ。君が窮地に陥ってるって。急ぎましょう、美月さん。 あなた様に参りますわ。薬の準備は万全よ。もう少しだけ頑張っていてね。弱く感じていた心拍も戻ってきたわね。私と美月さんの知識を総動員して作り上げた薬は完璧ですわ。あとはこのお方の回復力を信じましょう。そうね、今は待ちましょう。あ、エリコちゃん来て。今彼のまぶたが動いたわ。本当ですか？ああ、あなた様、あなた様。あなた様。よかった。お目覚めね。もう心配させちゃって。ここは私たちが乗ってきた馬車の中よ。あなた様がお倒れになった洞窟にほど近い村でルカさんたちと合流しましたの。はい、その通りです。あなた様だけのエリコですわ。それにしても本当によかったわ。問題が起きてるってナナカちゃんから通信魔法を受けて急いでやってきて、意識を失った君を見たときは気が気じゃなかったわよ。私もですわ。そしてあなた様が苦境に立たされていたときにそばにいられなかったことを心の底から呪いましたの。あら、どうしたの？急にキョロキョロして。他の皆さんは外で警備と情報の整理をしていますわ。動けるようだったら顔を見せてあげてちょうだい。特にアンナちゃんは責任を感じているみたいだから。シグルド、目が覚めたのか。もう大丈夫なんだな。幻じゃないんだな。
何かあったら、私は。え？迷惑をかけてごめん？何を言っているんだ！迷惑をかけたのは私の方だろう！シグルドが守ってくれたおかげで、こうやってお互い危機を脱することができたんだ。まるで一生分の借りができてしまった気分だ。なあシグルド、私はもう二度と貴様を危険な目に遭わせたりはしないと誓う。だからこれからも私と行動を共にしてくれるか。貴様は私が認めたジ・オーダー・オブ・ゲヘナイ・モータルズのツバイ・リッター、先行のシグルドだ。お、君、よかった、心配したんだよ。お前さん、目が覚めたんだね。礼なんていらないよ。お前さんだって礼が欲しくてアンナをかばったわけじゃないだろ。もちろん、アンナたちが必死になって君を守りながら洞窟を脱出してきたのもお礼が欲しかったわけじゃないしね。すまない、私をかばってシグルドが。どこか安全なところに隠。くぅ、あの時のアンナたちはガチの英雄だったよ。マジイベントスルにしたくなるレベル。な、何を言っているんだナナカ。茶化すんじゃない、こちらは必死だったんだぞ。うん、分かってるよ。彼を守らなきゃって頑張ってたアンナたちは真の英雄だったのさ。本当にかっこよかったよ。そうだな、お手柄だったよアンナ。この子を守ってくれてありがとう。ナナカ、ルカ、こちらこそ私たちを運んでくれてありがとうございます。ういひひルフフ、ここ友情を確かめ合っているところ申し訳ありませんが、そろそろ反撃に打って出る頃合いではありませんか。私、このお方を傷つけた輩どもに地獄よりも過酷な罰を与えなくては気が済みませんの。あら奇遇ね、私もそう思ってるわ。いろんな足、私だってそのつもりだ。そうだね、あっちが来ないなら全員で乗り込んで。な、何を言っておるのじゃ。あやつらを敵に回してはならんぞ。お願いよ、これ以上あいつらを刺激しないで。一体どんな報復をされるか。心労をかけさせちまってすまないね。けど心配無用さ。あんたたちは今後二度と報復を気にする必要はなくなる。あいつらは私たちが言葉通りの根絶やしにしてやるからさ。さあみんな、仕置きの時間といこうか。洞窟に乗り込むよ。あなた様と一緒なら。